中山競馬場第6レース、3歳1勝クラスダートの 1200m 戦、出走馬16頭です。コースの多くの部分に水が浮いています。スタートコース短距離の 1200m 戦、半数ほどの馬に先手を取った経験があるメンバー構成になりました。その他の馬たちも比較的積極策、位置を前に取ってレースを進めてきた馬がずらりと顔を揃えています。最後16番ゲートに星雲魂、ルーキーの佐藤翔馬、収まって係員が離れます。スタートしました。1番のコスモ女性が一歩遅れたでしょうか。先行争い間から11番のカレン・ハサウェイが押して先手を主張しに行きます。内から3番サルフトピッチ、2頭の先陣争い、あとは3番手15番エリスグリ、外から間に10番サイモンギフト、内からは2番カイザーブリッツ、7番のビルカールです。先段後ろに9番トモジャミ、インコースに1番のコスモジョセフ、その後1馬身差外から追い上げて16番のセイブン魂、差がなく12番メタマックス、6番エリカケリシュ、3コーナーにかかります。13番バトゥーキ、14番メイデンタワー、後ろから3、4番後ろから4、5番手4番モズスナイパー、さらには5番のダークストーミー、 600m 33秒4やや開いて8番のボルトーネ迫る最高峰です。4コーナーへと向かっていきます。ちょっと外に持たれている馬がいるようで、ちょっと進路が外になった馬がいます。内外に馬群開きました。4コーナーカーブ直線コースへと向かいます。この勢いで外から7番のビルカールが先頭でしょうか。内からは15番のエリスグリ、さらに間から3番のサルフトピッチ、外から9番トモジャミ、トモジャミ追い上げてきました。内で15番エリスグリ、中7番ビルカールの追い比べ、1馬身のところまで来た9番トモジャミ、3番手から前と接近する、さらに外からメタマックスも追い上げる、前はビルカール、エリスグリ並んでゴール。3着争いは最後12番メタマックス一伸び、内9番トモジャミ、ビルカールかエリスグリか柴田義富か横山典弘か、時計は1分11秒9。積極策を経験した馬が多く出走していたこの一戦、積極策に出た15番のエリスグリか、その後後位の一角から追い上げを図る形になった7番ビルカール、その後3着争いは外12番のメタマックス、インコース9番トモジャミ、1分11秒9、ゴールまでの 800m は49秒7、 600m 38秒5です。わずかに7番ビルカール優勢とお伝えしておきます。7番のビルカール柴田義富の手綱、内15番エリスグリ、際どい勝負ではありました。3着12番のメタマックス、あとは9番トモジャミ、追い上げて14番のメイデンタワー、5番手の入線です。7番のビルカール、ミッキーアイルの3区、3月4日の中山でこのコース2着がありました。1着7番ビルカールと発表されました柴田義富騎手の手綱、2着15番エリスグリ、3着12番メタマックス、4着9番のトモジャミ、5着14番メイデンタワー。中山競馬6レース確定までお待ちください。お知らせいたします。中山競馬第6レースは4コーナーで2番、11番、10番および7番の進路が狭くなる事象がありました。この件につきましては後ほどパトロールビデオを放映します。はい、4頭の進路に関するこの後パトロールビデオをご覧いただくというご案内でしたが、その中に入っていた7番のビルカールが一気に外から上がっていって、最後2頭の競り合いを制する形になりました。2着が15番のエリスグリ、3着12番メタマックスです。7番15番12番は7番人気6番人気3番人気の決着でした。単勝7番 12.4 倍、枠連48 72.1 倍、馬連7番15番 69.2 倍、馬単7番15番 130.4 倍、三連複7番12番15番 135.9 倍、三連単7番15番12番 1191.7 倍です。確定までお待ちください。